安芸飯室駅で行き違う列車。安芸飯室駅は、広島県広島市安佐北区安佐町飯室に存在した西日本旅客鉄道可部線の駅である。可部線非電化区間の廃線に伴い、2003年12月1日に廃止された。一面二線の島式ホームと一線の側線を持つ地上駅であった。区間廃線前の晩年には、可部駅三段峡駅間で列車交換が可能な駅は、加計駅と当駅の2駅のみであった。晩年は無人駅であったが、平屋建ての駅舎がホームの南側にあった。駅舎とホームは下り線を渡る通路で結ばれ、通路はホームの東側につながっていた。以下の情報は、広島市統計所、広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度枚総数を365で割った後で、さらに2で割った値を、小数点第2位で、四捨五入。小数点1位の値にしたものである。乗車数グラフ駅前を国道191号が通り、駅舎との間には駅前広場があった。国道191号のすぐ南側には太田川が流れている。駅前にある長沢橋と駅の少し西側にある長沢大橋で太田川の対岸にある広島市安佐北区安佐町久慈に渡ることができる。駅から東に行くと、広島市安佐北区役所安佐出張所や、広島市消防局安佐北消防署安佐出張所、安佐町商工会がある。安芸飯室駅は、安佐町の代表駅だったことがこのことから伺える。開業当時の駅所在地の村名から、廃駅になった後、駅舎は広島市の管理下で10年間放置されていた。地元住民が活用したいと申し出て、クラウドファンディングで集めた資金により、住民が補修工事をして地場産品の直売所を併設したカフェロムリとして2015年にオープンした。廃線区間のレールは撤去が進められたが、旧安芸飯室駅周辺は残され、ホームも一部保存された。店内には時刻表、駅員の制服、鉄道信号のスイッチが保存されている。営業は金曜日から日曜日。美術展などイベントも開催している。ありがとうございます。